この時間のスペシャルゲストをご紹介いたします。モノべ国原選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますあ,あのモノべ選手いつもはこう東京勢みんなで出演されてるんですけれども、<laughs> はい、今日一人ですが。<laughs> 今日ははい一人になっちゃって、<laughs> はい、<laughs> ちょっと緊張してます。えー、あ緊張気味ですか。<laughs> はい。あの今回走ってる選手も東京勢たくさんいるんですけれども、はい、どうでしょう。モノべ選手もこう地元走るときってちょっと気持ち違うんでしょうかね。 そうですね。えー、まあ、立川、まあ、慶応学もそうですけど。えーまあ、松戸も本バンクなんで。はい、練習してるところなんで、すごく、うまあ、昨日まで松戸走ってましたけど。はい、気合は入ります、ね。はい、<laughs> 気合はりますか。はい、やはり、あの、バンクに届く声援とかって、すごく聞こえるものですか。うん、最近あんま、なんか、ちょっと弱いんで。あんまないんですけど。はい。まあ、時たまあるんで。ん気合いは入りますね。 そういう時って意外とバンクだと響いて聞こえたりもするんですけどそうですすすねねごく響きま松戸なんか拳銃ちっちゃいんで結構お客さんの声は聞こえますすぐ近くですもんねそうですね立花なんかも金網だから結構じかに発送機の前とか金網なんで松戸はボードだからちょっと声聞こえにくいんですけど。はい 金網はもう直に来るんで、うん、どんな言葉をもらうと嬉しいでうんやっぱ下結構下の名前で言われると知ってる人かなとかっていうあ<ー>まあ僕の名前「国春」なんですけど「えー、国春」とかって言われると「あれ知ってる人が来たかな」とかって、うん、なかなか言ってもらえないんでそうそういうとこを頑張ろう,、はい、そうですね、うん はいあの今回ですねベテラン勢もすごく頑張ってるんですけれどもこの後と三レースにねあのババ選手が出たりとかはいあとまあ違う県ですけども神奈川で小島選手が五百勝決めたりとあそうなんですかそうなんですよあすごいですねはいそうなりますとババさんはいつももう自分の時間に来て練習真面目にやってるんであそうなんですかマイペースなんでこう一緒にされるんですかいや一緒にする時間帯が違うんでええはいそれはまた別まあはい。 はい、またあの関東もの様子も見ていきたいと思いますがその前に、ですねあの物部選手は立川6月2日からの開催、走られる、はい、ということですので、はい、皆様にまず意気込みをいいいたただきたいと思います、はいまあ、あの今年2回目の立川なんですけどあの、まあ、前回、ちょっと優勝乗ったんですけどできなかったんであので次も優勝乗ってあの優勝戦乗って優勝できるように頑張ります。